衝族着用の図より、素王の図。浅井久政造像手の存命中に描かれた樹像。戦国時代の典型的な素王の着用形態が見て、取れる。永禄十二年、元猿聖堂三3、寺妙印造。素王は、日本の男性の伝統的衣服の一種。素王とも書く。室町時代にできた端子立てのひた,たれ。庶民が着用したが、江戸時代に平、平 最心の礼服になった。鎌倉時代以降を礼服化していったひたたれの中でも、簡素で古様なものが、室町時代になると素王と呼ばれるようになった。はじめは、下級武士の普段着だったが、室町時代末期に至り大門に次ぐ礼装となる。形状は、大門とよく似ているが、ひたたれと大門では、袴の腰紐が白布のであるのに対し素王の腰紐は、強烈である。 また袖に通すくくり紐や炉が省略され、胸紐や小炉は革製だった。そのため、革をのひたたれとも呼ばれた。袴の背中側には腰板をつけた。色や文様は様々だった。江戸時代になると、元南元年の江戸幕府の複製により、巣王は無意無感の旗元の礼僧と定められた。 すなわち旗本の中でも十四位下の後家と十五位下の初代部は大門を礼装とし、無意無感だが幕府より、不意の格式を許された旗本はこれを六位相当と、みなして、不意を礼装とし、これ以外の旗本は、平侍といって、巣王を礼装としたのである。巣王には家門を、背中、両胸、袖、袴の腰板と左右の藍引き下げ、合計八箇所に入れた。 通常は引きずるほどの長い袴を着用したが、ひたたれや大門にはないくるぶしまでの半ばかまがあり、これを小巣王と呼んだ。また、室町時代の武士の間ではそを袴の内に入れずに、外へ垂らす略式の着方もあり、これを、打ちかけ巣王、または単にかかり巣王といった。材質は、室町時代までは、朝織物が主流だった。特に、越後縮みを染めて作った巣王は、 風通しが良く、初夏の頃に重宝された。中が透けるようだったのでこれを、トールス王とも言った。江戸時代以後は、木綿の晒しで作ったものに限られるようになった。現在では、祭礼時に奉仕者が着用していたり、能や狂言の舞台衣装として簡略化されたものを見ることができる。スオが物語の鍵となっている、舞台芸能に狂言のスオ落と歌舞伎舞踊の 襖落ちな寸語がある。伊勢参りをすることにした主人が、以前から話を持ちかけていたおじを誘うために、太郎家者を使わす。しかしいかにも急なことで、おじは無理だという。そして気が引けたのか、自分が行けないのなら、太郎家者が代わりに、お供をすることになるのだろうと察したおじは、太郎家者に、角出の酒を振る舞い、衆議に相王を与える。思いがけない。 ご祝儀に感動した太郎家者は主人への不満をぶちまけながらおじのことを持ち上げてやがてすっかり上機嫌になってきとにつく。しかし自分が主人のお供で伊勢参りなどあり得るはずもなく主人にはせっかく選別にもらった素王の説明がつかない。そこで巣王しさに太郎家者はこれを主人に見つからないよう隠すのだがまだいっぱい機嫌の太郎家者はキロにもはしゃぎすぎて これを落としてしまった挙句、それを主人に拾われてしまう。この狂言、巣王家を落ちをした時期に、明治になって、福知を大地が作詞し、三代目、絹や章二郎が長唄、鶴沢康太郎が義太夫を作曲して、歌舞伎舞踊化したのが、ふすま落ちな巣通称、巣を落ちである。大地は原作のおじを姫五両に変え、他にも、 登場人物を増やして振りをつけ舞台を賑やかにしつつ、太郎家奖の衰退を、能の、ナスの語に巧みに絡ませることによって引き立て、全体として、明るい松は物者の,の舞踊劇に仕立て上げた。明治25年東京歌舞伎座書演。太郎家奖を務めた九代目、市川段十郎が好んだ演目で、後に彼はこれを、新歌舞伎十八番の一つに数えている。ありがとうございます。